モーリタニアのバンダルガン国立公園内にある、カイズカ、同国立公園の中核地域はユネスコ世界遺産登録物件。アルゼンチンのサンタクルス州にある、カイズカ米国サウスカロライナ州のエディスト島にある、カイズカ、スパニッシュマウントポイント、エディストビーチ州立公園内。アメリカ合衆国国家歴史登録在指定物件。米国メイン州のダマリスコッタにある、ホエールバックカイズカ。 カキ殻を、おもとする。イギリス領、バージン諸島の姉ダ島にある、カ塚、巻貝である、袖ボラ科の一種はライジャー、ギガスの貝殻でできている。貝塚とは、貝類の常殖に適した地に居住する、戦士時代の人々が、日々ゴミとして大量に出る貝殻を、他の様々な生活廃棄物と共に長年にわたって、投機し続けることで、 それらが累積した特定の場所を言う。ただ従来の定説では、貝殻の捨て場所と認識されてきたが、貝の加工工場あるいは塩の生産工場のような役割を果たした場所とする解釈もある。丘や塚に形容修る大きなものがあるため、日本語と中国語では貝塚と呼ばれるが、そのような規模のものばかりではない。日本語では当初は、海居とも言った。英語では、 様々な名称が通用しているが、シェルミドンとシェルマウンドが優勢かつ正確である。貝殻以外にも、鳥獣魚骨など、食料の残滓、破損した瓦、瓦け石器、骨格器などの道具類、焦度や灰なども捨てられていることが多く、また、人骨が発見されることもある。貝塚を競技で言う場合は、上に上げたような貝殻以外の陶器物をほとんど、 もしくは全く含まないもの、すなわち、階層を指す。最終表記の終焉期には、長らく寒冷であった、地球環境が急速かつ大幅に温暖化していった。その影響は当然ながら、人類にも及んでいる。影響は、食料資源にも現れ、最も顕著な変化として、世界各地でメガファウナが大きな衰退を見せ、中には、動物症ごと消滅してしまう地域まであった。 マンモス動物群とナウマンゾウ、ヤベオーツの自家動物群が姿を消した日本列島はその代表例である。人類は新しい環境に即して生活様式を変革する必要に迫られた。その一つが川や湖沼や海にあふれる魚介類の利用の拡大や開始であり、海類を増殖する人間集団の場合には、その居住地域でゴミ捨て場として海塚が形成されるようになった。 貝塚では、貝殻の炭酸カルシウム成分のために、日本列島のような酸性土壌であっても中和され、土壌が有機物由来の高古異物を保護する作用を持つ、ため、人骨や長寿魚骨、骨格器などが、比較的良好な保存状態で出土することが多い。貝塚は文字を持たなかった社会を研究する上で、重要視されている。貝塚の研究は19世紀後半に、 デンマークで始められた。ヨーロッパ選手考古学の指導的位置にあったデンマーク人考古学者でデンマーク国立博物館館長のイエンス、ヤコブ・アスムスセン・ボルソーは同じデンマーク人の動物学者、ヤペトゥス・ステーンストロップ及び地質学者、ヨハンゲオルク・ホルシュハーマーと共に、カイカが人為的なもので居住地に伴うゴミ捨て場であることを実証した。カイカは 世界各地で発見されており、それまでは自然の堆積現象か居住地のいずれかと考えられていたが、貝殻の他にも動物の骨や石器、土器が発見されたため、人間の食物の残死が集積したものと認められるようになったのである。世界的にはデンマークを中心としたヨーロッパ地域、カナダのブリティッシュコロンビアを中心とした北西海岸、 アメリカ合衆国メイン州を中心とした大西洋岸東アジア沿海地域などのほぼ同緯度の地域でビュルム表記終焉期以降に貝塚が出現している極東ロシアの沿海地方から東アジアの沿海地域にかけての一帯は世界的に見ても貝塚が濃密に分布する地域であるカソリ貝塚北海層断面縄文時代の貝塚は日本列島では 約2500箇所発見されている。すでに発見されている箇所の4分の1近くは東京湾の東沿岸一帯で占められるが、これはこの地域での土地改変が著しく分布調査及び発掘調査が進んでいることが大きな理由であり、地下に埋蔵される海塚の全国的な分布状況とは別問題であることには注意を要する。なお、 東京湾の東沿岸でも、とりわけ千葉市内は分布密度が高いとされる。このほか貝塚が集中して分布している地域としては、太平洋沿岸の大きな内湾であり日型がよく発達した仙台湾や大阪湾などを挙げることができる。東京湾岸にも集中している貝塚であるが、作られ方は時期によって違う。縄文時代早期では縦穴住居や、 小さな調理施設である、ロアナの中に捨てられている場合が多く、縄文前期にも早期と同様の貝塚が形成されている。縄文中期になると前期から成立し始めた環状集落がより増加する。住居が村のほぼ中ほどの広場を囲んで配置されていて、それらの住居後に貝殻等が多量に行き、蓄積されるようになったので、結果として、 感情や馬蹄形状の貝塚の並びが形成されたように見える。カッソリ貝塚やタコの裏、貝塚などがこれに類する。日本列島は酸性土壌であり、骨などの有機物が残りがたい。しかし、貝塚は大量の貝殻に由来する炭酸カルシウムが豊富なために土壌をアルカリ性に保ち、鳥獣や魚などの骨格がよく保存されているので、 当時の生産や海辺の生活を知る動物考古学の観点から貴重な遺跡となっている。海塚が太古の人々の残したものであるという考えは奈良時代にすでにあったと言うべきかもしれないが、まだまだ怪しい理解の仕方ではあった。それというのも奈良時代に成立した日立国風土器の長略記に海岸からかなり離れた場所でありながら、 誰かが海辺の貝を取って食べて、捨てるを長く続けたことで出来上がったと考えられる丘についての記述があり、その誰かというのは上古の住人で巨人であったと語っているからである。書き手はこの丘を昔の人は大宮と呼んでいたとも言及しており、大量の貝が朽ちていることに由来する地名であると理解できているように思われる一方で、 縄文海神による海岸線の大きな移動を知る余地もなかった時代の理解として人知を超えた巨人が創出されているのであり、従って奈良時代の知識人には海塚がある程度まで理解されてはいても普通の人間の生活痕跡とは思われていなかったことがわかる。地名はまた今は大宮から転じた多くの丘であるとも語られており、昭和時代の研究者をして この貝塚は、現在の、大串貝塚に否定されている。詳しくは、大ララぼっち日立国風土記及び、大串貝塚を参照のこと。理解の度合いはともかくとして、上述した、大串の丘の巨人伝説が、貝塚遺跡が文献に記された日本最古の例であり、さらに言えば、石器時代遺跡が記録された日本最古の例である。大串貝塚大森外居の石踏み。 大田区3の1の3に所在。日本における貝塚の本格的調査研究は、1877年、アメリカ人動物学者エドワード・エスモースが、列車の窓越しに発見して同年中に直ちに行った、大森貝塚の発掘調査に始まる。大森貝塚は、東京府江原郡大井村鹿島谷にある、鉄道建設に伴う掘削工事に伴って、露出した、 貝殻が混じった土手であったが、一躍、モースの業績によって、貝塚研究の分野では広く知られる遺跡になった。また、日本の考古学の発祥地とみなされることになった。日本最古とされる貝塚は、千葉県の西の白貝塚と神奈川県の夏島貝塚であり、紀元前7500年頃の縄文時代早期、前半の土器が両貝塚から出土している。日本人によって、 初めて本格的な発掘調査、報告が行われた貝塚は、茨城県稲敷郡三保村の陸平貝塚である。1905年には、横浜に居留していた、イギリス人医師ニール・ゴードン・マンローによって、縄文時代後期から、弥生時代前期の貝塚である、三沢貝塚が発見される。貝塚の高校遺物の例、A は、デンマークの貝塚から、B は、 ポルトガルのタホカワソいの村の貝塚から発見されたもので石器と骨格器が多く見られる。従来の定説では貝塚は単に貝殻の捨て場所と認識されてきたが貝の加工工場あるいは塩の生産工場のような役割を果たした場所とする解釈もある。さらに干潟とともに木の杭が出土する例もあり牡蠣などの養殖が行われていた可能性も指摘されている。 ありがとうございます。